ロボファイト12 ORC 決勝戦を始めます。赤コーナーロボット名レグホーン、さあレグホーンファーストステージの優勝者、そしてセカンドステージの優勝者にしてレグホーンへの挑戦を宣言した男、青コーナーロボット名大友ゴーワン。さあ大友ゴーワン、念願のねレグホーンへの挑戦権を、得ることができました。長い間ロボットを立たせたことにどんどんこうモーターが悪化するので、あえて事前インタビューはせずもう試合の方に入ってもらおうと思います。全力を出し切ってください。さあ審判の準備ができ次第試合を始めていただきます。はい、それでは試合の方3分1ラウンドの構図でいきます。はい、いきなり攻撃セットになりました。だんだん奪われました。これはファーストステージで敗れたどういうパターンになるのか。はい、何か秘策があるのか。大友剛腕追い込まれている。さあリング中央に回り込んだ剛腕、同じ鉄は二度と踏まない。おっと両者スリップ、両者スリップです。これはお互いに技が引っかかっただけということで、ダウンではありません。さあファイトが上がりました。赤ダウン、ダウン、ファイト。さあおっと青ダウン、あダウンです。ワンツーファイト、青ダウンケロー、はい、まあ、勝負青ケロより勝者赤ウィナーレグホーン。あーレグホーンおめでとうございます。先にちょっと、まあ、準優勝ということなんですけれども、大友剛腕のホリポンさん、1分もたなかったですけど、いや私早く燃え尽きる貧乏なんで、まあ、熱い戦いができてよかったと思います。はいはい、さあ、レグホーンの中谷さんです。嬉しそうですね。あのですね、ロボファイト12って書いてますけど、私ロボファイト2からこの大会ずっと解禁で出てるんですよ。で実は1回もまだ優勝したことがなかったんですよ。だから今日は絶対勝つと、トロフィー持って帰る、やったー、はい、でそれではね、今日は大きなトロフィーをね持って帰ってもらおうと思います。素晴らしい試合を見せてくださいました。今日最後の試合をね、にふさわしい試合を見せてくださった2人、もう一度拍手をよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。